では、今回治験の流れについて説明していきます。まあ、この記事は治験について、参加してから、参加終了までのことを、こと細かに一応書いております。で、どんな人が参加するべきなのかなとか、こういう人はちょっとやめといた方がいいんじゃないか、みたいなことも書いています。まあ、どういう流れで治験が進むの？お金は本当にもらえるのか？実際大変なのかとか、いろいろ、書いてます。で、それで今回、動画でも説明していきます。ということで、まず治験参加するまでに必要なこと。まず治験サイトに登録する。これはもう絶対です。もうこれ登録しないと参加できません。なんですけども、代表的なのが VOB と JCBN、治験ボランティアっていう2つありますが、まあ、治験サイトを登録したからといって別に何があるっていうわけではなくて、別に協力費が見れるようになる。登録すると協力費が見れるようになることと、まあ、治験に応募することができるようになるっていう、この2つです。まあ、あとたまにメールマガみたいなのが届きます。まあ、アルバイトサイトとかと一緒なんですね。アルバイトサイトも登録して、で、それからなんかいろいろアルバイト探すじゃないですか。で、応募しますよね。まあ、電話なり、ネットでポチッとするなりで応募しますけれども、まあ、それと一緒で、例えば VOB、こちら。VOB、これ矢印のところで VOB ですね。ここ登録しますと、そこから治験が見れて、そこのボタンが、この治験に応募するみたいなボタンが出るんで、それで応募することができるようになります。まあ、登録する上では無料でできますし、そんなに、なんていうんですかね、デメリットはないです。もうただ単に治験が見れるようになる、協力費が見れるようになるっていうぐらいなんで、登録しておくのがいいかなと思います。で、VOB と JCBN の治験ボランティアなんですが、僕が一番使ってるのは VOB ってやつです。まあ、案件が一番 JCBN より多いかなと思いますけど、あんま正直そんな変わんないです。変わんないですけれども、JCBN の治験ボランティアの方が最初に説明があります。事前説明みたいなのを一回行かないといけないんですね。東京で僕は一回五反田かどっかで受けましたけど、その説明が、まあ、安心ではあるんですけど、まあ、僕、正直いらないかな、というふうには思ってます。事前説明でちゃんと病院に行った時に説明受けれますから、その、治験サイト登録の説明はそんなにいらないかなと思ってるんで、まあ、その手間が省けるっていう意味で VOB がいいかな、というふうに思ってます。まあ、それぐらいですね。正直、案件の多さとかは、まあ、両方とも結構ありますんで、まあ、それなりに、いいと思います、両方とも。もう、2、3日経てばまた新しい案件が出てきたりながらね、結構なペースで出てきますんで、2つとも結構おすすめです。まあ、治験サイト本当登録してね、もういろいろ見てください。もうすごい、協力費10万円とかね、5万円とか、15万、20万。最近見たんだったら28万なんかありましたね。結構ですよ、28万。まあ、その分ね、日にちは入院する日は長くなったりするんですけれども。28万あったら結構ですからね、サラリーマンのよ。1ヶ月弱分ぐらいあるか、1ヶ月分ぐらいありますよね。はい。でも入院日数自体はね、半月もいかないぐらいですよ。合計しても。まあ、ですから、まあ、まあ、スケジュールが取れればいいかなって感じですね。まあ、スケジュール取れない人は2泊3日ぐらいで、まあ、8万から10万ぐらいっていうのがいいかなっていうふうに思います。登録は以下のボタン。ここから VOB を押すと登録できます。はい、押せないな、これ。あ、押せますか？押せますね。はい、大丈夫です。はい、ということで。ここはまず治験サイトです。で、治験申し込みなんですけれども、そのサイトからですね、治験を応募していきます。で、もう本当にワンクリックでできますんで、気に入ったものがあればね、ポチッと押していただいて、で、後日連絡があるんですけども、まあ電話かなんかかかってくるんで、それ出れば OK ってことですね。まあ問診があります。まあその条件に満たない方はですね、ちょっと、参加することはできなかったりもしますんで、そこはもう相手の指示に従ってください。で、次なんですけども、その電話での問診とかですね、が終わりますと、事前検診に参加することになります。いろいろな身長、体重、採尿採血とかいろいろ各種検診がありまして、だいたい2、3時間あります。で、そこでも協力費が、3000円ぐらい支払われることが多いです。まあ、全く支払われないことはないです。その金額に差はありますけれども、絶対に何円かはもらえます。で、まあ、この事前検診の結果ですね。で、まあ、参加できるかできないか決定します。参加できない場合も、まあまああります。はい。これはもう結構厳選に審査されますので、まあ、参加できない場合もあります。まあ、そういう場合はまた別に試験に申し込むという形になりますね。僕も参加できたこともあります。参加できなかったこともあります。じゃあ、肝心のですね、試験入院中ですよ。
入院中どういう生活をするのかっていうのは、僕は PC いじくりまくりです。まあ僕パソコン持ってますんで、それを持っていってですね、Wi-Fi につないでパソコンやりまくってブログを書きまくるという生活でした。で、治験期間中に実際何をするのかっていうと、こちらです。各種診断を行う、まあ、心電図とか、まあそういう検診系ですね、採血とか、まあ、先生による診察みたいなのもあります。あとご飯食べます。まあ、決められた病院から出されるものしか食べてはいけません。基本的にこっちから持ち込んだりしちゃいけません。もう決められた分食べる。まあ、薬のね、実験なので、一応。ご飯もしっかり決められております。まあ、提供されるものが、じゃあ、そんな突拍子の前ないものかって言われるとそうじゃなくて、まあ、極めて普通です。本当に普通です。はい。普通のご飯です。もう何て言ったらいいんですかね、本当に病院食でもない、まあ普通ですね。はい。肉はそんな多くない普通のご飯って感じです。で、飲み物は水かお茶だけ。水だけの場合もありとあります。まあ、大体水か麦茶しか出されませんし、これもその病院から出されるものしか飲むことはできません。病院になんかウォーターサーバーみたいに上がって飲むパターンが一番多いですね。で、長期入院の場合はシャワーあります。で、自由時間はパソコン、スマホ、ゲームなどが可能なことがほとんどです。まあ、ほとんどっていうか、まあ、僕の参加したやつでは全部できます。漫画もね、かなり取り揃えてる治験施設もありましてね。数千冊あるところもあるらしいです。で、寝る。ですね。はい、こんな感じです。で、まあ、注射の回数はちょっと多いんです、正直ね。なので、注射が苦手な方はちょっとやめた方がいいかなと僕は思います。ですが、まあ、あとお酒とタバコですね。これ他の記事でも解説してますけれども、お酒、タバコは絶対ダメなので、それが禁止できない人はダメです。なので、その点だけ気をつけていただければ。で、僕はお酒、タバコを飲まないんですね、僕は。で、まあ、注射もめちゃくちゃ苦手なわけではないので、結構参加しています。で、空き時間はさっき言ってましたように、パソコンずっといじってます、僕。で、まあ、薬を飲む日は結構忙しくて、採血がめちゃくちゃあるんですけど、薬飲んだ次の日とかね、結構暇なんですよ、本当に。朝ごはん、昼ごはん、夕ごはん食べて、採血して、心電図取って、それ以外にフリーみたいな。朝9時から昼の1時までフリーで、昼の1時から夜の9時、7時ぐらいまでフリーで、またご飯食べて。ご飯も15分ぐらいですからね。で、また夜フリーで、お休みみたいなもんですからね。結構10時間以上、何もしない時間。あるんです。安静みたいなね。それはもうパソコンいじくり放題でブログ書きまくって、まあそのブログ記事もね、稼いでくれましたなんていうことは、余談です。で、その本当に先ほど言いました。いろんな遊んでる人もいます。ゲームしてる人もいますよ。オンラインゲームとかもね。多分オンラインゲームみたいな人もいます。で、先ほど言いましたけれども、まあ注射が苦手だとダメ。酒、タバコ我慢できないとダメです。それ以外の人はまあ結構いいと思います。なので参加してみてください。僕は過去、計5回の治験参加で65万円ゲットしております。これからも参加する予定です。で、たった1ヶ月で10万以上稼げる方をしています。スピード重視なんですが、残念ながらここの方法実はちょっと微妙になってきてます。普通に先ほど挙げた、VOB と JCBN 治験ボランティアでいっぱい案件を見た方が早いかもしれないです。テミスゲートに登録すると早かったんですけど、メールで配信されるんですね。で、そのメール配信されるところに即応募して、参加するといいんですけど、案件がちょっと最近少ないですね。VOB とかの方がいいかもしれないです。VOB とさっきの2つですね。VOB と JCBN ですけども。うん、それでもオーソドックスにやるのがいい気はしますけど、まあ一応、テニスゲートっていうのがあります。JCBN ね、こちらもありますね。はい、ということで。で、流れなんですけども、こんな感じです。これはもうまとめなんであれですけど。治験後ですね、まあ一つ、よく言われるのは自由参加なんですね。なので、同意文書を書きます。で、その後辞退することもできます。まあお金はもらえないですけどね、辞退した場合は。電話一本入れて辞めますっていうこともできます。まあ予定が合わなくなったとか、そういうのはね、できる限り辞めた方がいいと思いますけど、体調悪くなったとか、もうそういう理由で辞めることもできます。なので、結構辞めれるんですよ。本当は自由に参加できて、自由に辞めれます。ですが、お金はもらえないってことですね。お金もらうためには参加するしかないんですけども、まあ結構本当にそこは強調されますんで、いいと思います。で、多分一番知見的って思うのは怖いとかね、まあ人体実験だから怖いみたいな印象ですよね、おそらく。僕はちょっとわかんないんですけど。まあ実際問題薬飲みますし、
まあ注射もかなりしますけれども、まあ基本的には患者さんとして扱われるぐらいの感じなので、そんな雑な扱いを受けたりはしないですし、まあ僕は体調悪くなったことはありません。これまで5回のうち、5回でね。はい。別に普通に入って、普通に過ごして、ご飯食べて、パソコンをいじくりまくって退院しております。はい。まあ今後何か起こるかどうかはわかんないんですけど。はい。っていう感じですね。だから注射だけです。本当注射以外は本当に何も大丈夫だと思いますよ。注射だけの、注射の回数だけは多いので、そこだけは注意していただきたいというふうに思います。で、まあ、計5回で65万円ですから、平均すると15万円ぐらいはゲットしております。一番直近の治験は17万円でした。なので、スケジュール合う方とかですね、まあ、1回でも案件見ていただきたいなというふうに思いますね。お金本当にない場合は結構助かりますよ。15万円ぐらいもらえるんで。なので、1回、こうやって参加というか、1回ね、見ていただきたいですね。案件を。こんなのがあるんだ、こんなのがあるんだ、みたいな、のを見ていただきたいというふうに思います。ということで、治験については以上です。ご視聴ありがとうございました。